GM チャンネルスタッフ。眠りの粉みたいなですか、ね、毒でしたね。あ、毒か。宝箱がありますね。種を体に植え付けられた。あ、うわ最悪や。あ、よかったよかった、取り除けると。ん？何や？なんかずっと泣いてんねんけど。なんか。魔の森の。魔の、ああ、動物たちか。え？さまよってる人みたいな。何の真似だ？あ、どういうこと？閉じ込められるってこと？見捨てるつもりか。そのか、ああ、心配してるってことね。そうですね。無理だよ。あ、ボスが。うん。薬ね。こいつもだって種が埋められてますもんね。そうですね。落ち込んでるね。姫様は。解毒剤も、解毒薬も怪しいと。飲まないんすか？マジで？いや、飲むやろ、さすがに。あ、でも毒。確かに。さすがにこの色はやばいな。うまい。おいしい。さっきまずいって言ってましたけど。ねえ。なんで？味覚が腐ってるんですはいはい。化け物だらけ。うん。どうするんだいと。まあ、動くべきじゃねえぞよ、と言ってるのかな。お、結構、やっぱり女の人を救いたい派なんですね、ちょっと。アビリティも女の子をかばうですからね。そうですよね。振り向いたね、今。振り向きました。お、あ、来ました。お、選べますな。置いてけぼり、脱出するのだ。置いてけぼり。置いてけぼり。え？ん？ああ。ルビーさん。あ、あの女の人、確かに。ルビー置いてかれたんや。ほんまや。関西弁の。あ、これだけ？みんな忘れてた。確かに。存在、確かに。乗ってへんかったんや、そもそも。脱出するのだ。これがガーネットかな？違う。おっさんでしたね。簡単に。脱出してくれるわ。うん。出せ出せ出せ。もうダダこ寝るしかないと。ああ、まあ、早く寝といた方がいいのにね。ふふ。諦めた。ん？なんだ？人形。誕生日にあげたやつかな。15歳。ちゃうか。ガーネット姫の、なんか形した人形みたいなやつかな。書いてたんでしょうね。そういうことか。あ、16歳なんや、お姫様。ありですね。ありですか？まあ、結婚はできる年齢ですけど。不細工な。まあ、お姫様美人でしたからね。で、これで OK かな、じゃあ。まだあんの？これ多分、あれ違う、オイラの、なんや。オイラの宝物。シナ、この辺にあるズラか。あれ？あら？宝物。宝物？見つからないズラよ。あー、なるほど。なるほど、なるほど。あの人形、シナちゃんの、シナちゃんってシナくんのやつね。めっちゃ好きやん。やばいですね、これ。お前、15歳の女の子の人形。これはちょっと事件の匂いがするな。大の字でこんな転げるほど悔しいなんて。しかも、はぁはぁ言ってるし。これやばいっしょ。あー、まあ、それ、その方が健全やね。確かに。なるほど、なるほど。あ、入ってきた。でも宝箱はね、ちょっと気になるんだよね。そりゃそうですよね。リスト、あ、もう持ってたやつね。そうですね。ついてた。ちょっと、じゃあ。あれ？あ、いける。よし。薬を飲ませたから、
少し休ませりゃよくなるだろう。 OK、 会いに行きましょう。寝てるかな。気づいた。うん、この鳥の声がずっと気になる。魔の森。魔の森のね。はいはいはい。黒魔法っていうのはあんま使える人いないんですか？そうですね。じゃあやっぱすごい人なんやね、このビビ。ちっちゃいの気にしてるのかと。はあはあはあ。おお。男前なこと。実は男前ですよ。なんかね、性格さっきからずっと男前なんですね。ちょっとナンパなところはあるけど。口説いてたし、いきなり。確かに。はいはいはい。お、用事だ。なるほど。うん、宝箱は。ずっと気になってましたね。ね。エーテル。ああ、回復しましょう。MP がね。これ MP のやつ。長い時は。もうないかな。なさそうですね。なるほど。じゃあ、やっぱ姫様を探さないと。でもボスには行くなって言われてます。ほんで助けられるのかと。あ、ここね。あの時。本当に特別な気持ちになった。あ、そうなんや。嘘じゃなかったんですね。なるほど。うん。運命の人、うん、そういうんじゃなくて。どう言えばいいの？一目惚れじゃないの？ん？ん？なんか意味深やな。なんかありそう。気になる子だな。お。いや、これはもう絶対助けに行くが多分正規ルートでしょ。そうですよね。え？あれ？これだから結局毎回やらされるでしょ。あ、違うんかな。結局多分もう一回セレクションしてる。え？そんなことあんの？あの子の目はちょっと悲しそう。うん。うん。ロマンチックなこと言いますね。ね。まあ劇団員ですからね。あ、そうか。言葉のチョイスがね、なかなか。そっち系なんか？なんか共感できるから助けたいとかそういう感じなのかな？自分に似てるんじゃないかって。そうなんか？考えてるな。いや、ね、どうしようかな。私ね、今のシーン見たことないなと思ってて。はいはいはい。私この選択肢を選んだことなかったんですよ。あ、そういうことなんですね。だからこんなシーンあったっけと思って。でも言った、それ言ったらにわかっぽいなと思って。はい、言わなかったんですけど。見たことないですね。じゃあ、やっぱ選択肢をちょっと変えたりすると、見たことないやつもいけちゃうかもしれないと。うん、あ、でもやっぱ行くんやね、結局は。やっぱそうですよね。うん。ストーリー進まないですもんね、だって。そらそう。もう選択肢も出えへんもんな、だって。降りてきたし。これねえな、お前もと。はいはいはい。兄貴。確かに森の主がな、強そうなのね、結局は。はいはいはい。とっととボスと話を。そうやね、ボスにとにかく行っていいかって言って。まあそうですよね。あ、いた、ボス。風邪ひいてる。ヘップション。お、待ってたんやね。もう分かってくれてるやん、ボスは。さっきもね、チラッと振り向いてましたからね。そうですよね。気にはしてくれてるからね。ああ。確かに。惚れたね、女のためには、みたいな感じかな。いいやつですね。いいやつですよ。タンタラスの掟は絶対だからな。はいはいはい。戦って、勝てば抜けれるよ、みたいなことか。ああ。勝てんのか？隣の、はいはいはい。隣でね、ここはボスの部屋やから。いや、ですね、めっちゃ蹴っていったけど今。大丈夫か？金とか入ってる？
抜けるには戦うとはなかなかどこのその暴走族みたいな。ねえ、なんか。ありましたよ、なんか。族系。おやった、宝箱あったんや。ねえ、こんなところに。行きましょう。さあ、まあ、本気で行くぞとは言ってますけどね。見せしめ的なことでしょ、周りに対する。ああ、まあ、そういうことでしょ、ね。抜けるときに。そらそうです。勝手に抜けてた頃、こう、ブーみたいな、ね。うん、危ない、ね。暴走族と一緒です。うん、そっち系でしょ。なんかね、はい。さあ盗めるかと。いけるかな。さあ盗む、とにかく盗む。持ってたらね。あ、よえ、ハイポーションいいのか。450回復ですよ。かなり。あ、こけましたね。あ、これは手抜いてくれるパターンですよ。手抜いてくれ。でもこいつ最初の初戦でもこけてましたよ。あ、そうでしたっけ。まだ持ってるかな。持ってんじゃないですか。うお、めっちゃくれるんじゃん、これ。全部、やっぱこれわざとくれるパターンやって。ほら、あ、意外とまあまあ食らいますね。30でかいな。もう一回盗んでみる。あるかな。あるでしょう。あー、持てない。やっぱ基本的に武器を盗んだらもうないですから、ね、もうないんですかね。武器が一番いいやつ。うん、多分基本的にはそうや。ちょっとここで回復したいな。よし、回復しましょう。アイテムポーション一段。よし、 OK。アイテムも一応有限なんで、なるべくギリギリに見極めて勝つのが結構 RPG は難しいですね。もう一発いけるかなって言ったらいきなりクリティカル食らうとか。あ、クリティカルがあるんですね。それもありえるんで。で、次多分普通の攻撃来る。あ、倒した。やった。アイアンソードも手に入れて。これ結構いいんじゃないですか。アイアンソード。なんか強そうです。まあ覚えるやつがもしかしたら。ああ、違うかも。ああ。結構痛かったぞと。うん、よしよっしゃ、結構いいの入ったよね。 OK。 ちょ、おっさん、ちょっと仲間に死んだしたいよ。倉庫に閉じ込められている。そうですね。あ、え、見張りがいなかったね。確かに下に行ってましたもんね。はいはいはい、この人絶対お姫様助けたいですからね。そりゃそうですよね。よし、おままごと。人形持ってますからね。さあ、誘拐などね。そうね、誘拐こっちがしたから姫様がね、ああなったという考えですか、うん、このスタイナー的には。そうですね。はいはいはい、怒ってるわな、そりゃ。助けに行きましょう。おとなしくするって約束。うんうんうん、まあ、信じられへんでしょうね、向こうからしたら。まあ、そりゃそうでしょうね。お前らが盗んどいてってか誘拐しといてみたいな。王宮の隊長ですからね。そうですよね。だから力はやっぱ強いはずなんですよ、うん、権力はあって。なかなかちょっとどんくさそうですけど。あと歩くのがうるさい。そう、カチャ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 。はい、おっさんと。ふんふんふん。おう、おう、ビビ。うんうんうん。あの、炎みたいなやつ。そう。植物系には炎の攻撃を、が効くんでね。見た目で分かる敵ってことですか。まあ、基本的にはドラゴンには氷が効くとか。あ、ドラゴン。やっぱりそういうのがあるんですよ、ね。あ、そういうのがあるんですね。へぇ、基本的に、まあ、ボスによって弱点属性が違ったりはするけど。はいはいはい。なんか書いてあったりするんですか、それは。うん、攻略本のアルティマニアの。なるほど。攻略本に載っていると。作戦。気をつけて。他人事ですね、完全に。え、僕は。役に立たないよ。うん、うん、うん。有効でしたよ、と。ひどい言われよ。うん。あの、この人には、まあ、盗賊じゃないですかね、相手が。うん。結構、ちゃんと、頼んで。ビビは、男なんか。僕っつってますからね。ああ、そうか。僕っ子ではないですよね。そんな属性多分この時代なかったと思う。この時ないんですね。じゃあもう、全員男のパーティー。ビビ、お、どうした？うほ？え？ひらめいた。カクカクカクしかじか好きですよね。基本的にそれで済まそうとして。
なんたらかんたらも。魔法剣。何やそれ。魔法剣。なかなかロマンのあるワードですね。ねえ、なんか結構好きやな。魔法剣。使いたいな。うん。ああ、嬉しそうに笑ってた、ちょっと。で、アイアンソードは？ああ、なるほど。アビリティの問題か。なるほど。ビーストキラーか。ビーストキラーはね、はいはい、絶対覚えておいた方がいい。あ、そうなんですか。なんとかキラー系は、ビーストに対して 1.5 倍のダメージが出る。あ、強い。それは。サポートアビリティなんで、これはもうマストで覚えておいた方がいい。じゃあ、これ。それ覚えてから、そっち変えた方がいい、ね。うん。お。ブランコもついてくる、来てくれるかな？ムカつくぜ、と。ははーんと。あ、嫉妬してる。ブランクでもかっこいいですよね。ブランク兄貴っすかね。なんかなかなか悪くない感じやけど。うん。あ、薬くれるんや。あ、いいじゃない。はいはいはい。やったぜ。ブランクの。二度とその面見せんなと。ひどい言われようやけど。あ、来ましたよ。演奏会。お姫様がなんかやってんのかな？お姫様が演奏会してるの？演奏会を聞いてんのかな？違う。船でね。はいはいはい。こいつらの多分何もないでしょこれ。多分まあ全く関係ないです。ですよね。ただひょっとしたら近づいたらこれからこの音楽が流れてるかもしれない。ああ、なるほど。そういうことか。ルーファース管理式典という曲が。もう完全だって一方その頃ってやつでしょこれ。そうですね。お、やってんなと。ああ。でもね、タイタニックでもそうですけど、はいはいはい、やっぱりこういう時に音楽を奏でるっていうのは大事ですからね。うん、まあそうですね。沈みがちな気分のところに。確かに。盛り上げたいっていうのは結構重要かもしれないです。みんなへこんでますからね。上行けんの？行けへん。なるほど。ちょっと面白いですね、やっぱ。この冒険は。ワクワクしますね。あ、セーブできるの隠れた。あ、これは山田マン、ラッキーですね。ラッキー、モンスターの気配がしないな。ラッキーとかあるんですか？今ラッキーってわけではないけど。絶対に起こる。湧き水。湧き水、これ HP 回復できんじゃん。あ、一方その頃。あ、オートです。素直になれず。はいはい。うんうん、置いてかれる。はいはい。わかった。素直になれへんねんな。あ、誰か来た。あ、これか。レベル上げがしやすいですね。すごい。え、こんなとこあんねや。でもこっちはいけへんのか。ほんまにレベル上げの拠点になるんですよね。多分なるほど。こういう場所が。じゃあ絶対セーブしてた方が良かったじゃないですか、今。もしね、ギリギリまで攻めて負けちゃったりしたら。まあそうですね。これでも、ミスったらもういきなりボス行っちゃうとか。え、何このムービーの入り方。え、なんかめっちゃ怖いね。あ、やばそうですね。え、もういきなりボスじゃないですかこれ、もしかして。ヤバダマンレベル1でボス戦。え、さすがに厳しいじゃないかな。ほら、これボスのとこじゃ大丈夫かな。あ、まあ大体 RPG でいうとボス戦の前にセーブポイントがありますからね。ですよね。ほら、やばいです。あ、ほら絶対そうやん。大丈夫って。ほんまに大丈夫か。全然大丈夫じゃないよ。いけんの。大体の人この辺で私ぐらいレベル3ぐらいまで上げるんですけど、ね、マジっすか。え、これ大丈夫かな。私大丈夫の保証はできませんね。確かにセーブしておいてよかった。セーブしててよかったですよ。なんか嫌な予感しましたよね。だってあそこのなんかズーンって変なムービー入ったし。確かに。いや、これマジか。いけるかな。初めてのボス戦の曲ですよこれ。あ、これ、あ、この曲が確かさっきと違う。まだゴブリンとしか戦ってない。ゴブリン一匹倒しただけ。一匹倒しただけ。いけんのか。やばいぜ、まだまだ。大丈夫かな。でも盗んでほしいな。そうね、なんか盗みたいっちゃ盗みたいけど、盗めんのかな。ガレットどこ行ってんの。ここにはおれんのか。あ、後ろになんか貼り付けにされてましたね。
さあジタンが先手先手でちょっとじゃあ盗みましょうか。ジタンだけ盗めますよね。うん、オッケー。花粉山田もちょっとやばいでしょ。ちょっと俺ね、ちゃんと黒マジ、はい、剣技。あ、さっき言ってた魔法剣、魔法剣がありますよ。あ、これは炎の剣みたいなやつか、もしかして結局盗めたんですか。見てなかったですか。確かに。あ、暗闇になってる。何これ、さっきの攻撃で暗闇だ。うわ、すげえ、めっちゃ強いやん。めっちゃ強い。暗闇はこれは物理が当たりにくくなる。ああ、そういうことか。盗むは関係ないですか。ちなみにタメルを最初にしとくとボス戦で、はいはい、ビビはその戦闘中永続魔力が 1.25 倍ぐらいになるんで、へえ。なので重複できるんで、はいはい、最初に2回とかかけとけばめっちゃ魔力高い状態でずっと戦闘できる。じゃあビビの時はちょっと1回貯めてた方がいいね。うん、ちょっと盗みました。さっきなんか目薬盗んでました、ね、目薬盗みましたね。でも目当てはそうじゃないんですよ。そう、なんか持ってそうなんですよ、ね、おっさんとか高火力組がいてるから、はい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 、時短を盗んどいても、まあ、ある程度で、これ貯めときましょうか。じゃあビビでいいですか。ビビ自分しか、あ、ワンパンで嘘。あ、お、やった。さっきね、ボスと行くかって言った話してましたから、ね、そういうことか。盗めるけど、ちょっと敵倒す前に時短回復させたいですね。そうですね。AP もらえ、あ、もう何も持ってない。あ、じゃあもう次は回復させて、ね、ビビまだちょっと貯めた方がいいんでしょ。いや、もう一回貯めたら OK ぐらい。もう結構もう中盤になってるから。じゃあ戦うで、アイテム回復、アイテム使う。フェニックスのも使っちゃう。使いましょう。やばそうだね。全体攻撃した。これ結構焦りますね、この戦い。焦るで、なんかなかなか、あ、そうちょっとしか回復しないんで、ポーションで回復しといてあげた方がいい。急がんだ、あ、急がんか、急がだあ、でも、あ、よかったよかった。盗めました。なんか、いや、もう何も持ってない。持ってなかったですよね。なんかいいのあった、武器なんか持ってたのかな。メグス最初何もらったんかって話。確かに知らん間に盗んでたかな。我々全然見てなかった。なんかもうね、俺は結局この急がないといけないっていうのが必死すぎて、その上の文字を読めない。これなんか後で見返したらもう取ってるわってなるかもしれない。フェニックスのももらったよかったね。あ、よかった。よかった。使ってよかったです。使ってよかった。いやいやいや。復活させんとかんとアビリティポイントもらわれへんから。あ、そうなんですね。やられてると。よかった。1でも勝てるんですね。ブランクのおかげで。確かに。よかった。ブランクずっとついてきてくれたらいいのに。すぐに良くなりますぞと。いや、よかった、助けれて。ん？え？第2戦？カマキリみたいな。あ、ブランクが、しんがり的な。そうですね。うん。暴走族でいうケツ持ちですね。ケツ持ち。あ、一緒に逃げてたけど。あれ？あ、追いかけてくる。あ、やばい。走って逃げるやつや。え、何それ。追いつかれたら戦闘になるんじゃないの。嘘。1対 1？ これ回復戦で大丈夫。え、無理じゃん。回復したっけ。10じゃない今。10じゃないかな今。やばいんちゃう。え、ちょっと早く走りたいんけど。めっちゃ待つやん。え、あ、やばい。あ、一瞬メニューって出た今。嘘やろ。いや、無理やろ。あれはさすがにイベント中やから。マジ自体 HP10 しかないんちゃう。10じゃない多分。回復してなかったよね。する前に終わりましたよね。ねえ。あ、もうしゃがんじゃってるもんだって。やばいよ。速攻回復案件ですね。ちょっといきなり急げ、開いた。よし、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 間に合った、間に合った。オッケー。危ねえ。焦るー。魔法使おう。で、これも全体化できるんじゃないかな。あ、でも、倒した。倒したのか。じゃあ、普通に。全体化すると威力は落ちるけど、全体にできるんで。うんうんうん。なんだかんだ全体的なダメージ見ると全体化した方が強い。ああ、そうなんですね。トータルの。トータルで。危なかった。あ、11もくれる。めっちゃくれた。あ、レベルアップ。やった。やった。ブランクも仲間入りしたんですよ。ポーションもらって。どうした？森の様子がおかしい。どうなってんだ？森が追ってくる。生きて出た者はいないですかね。あ、そういうことか。抜け出すことができひんや。森全体が動いて。
めっちゃやばいめっちゃ出てくる。キリがないやつ。あ、バラになってんのか。バラ、花に、花になってんのか。あ、え、石か。え、わっ、わっ、ブランクは、あ、やばい。何これ、森の主はさっき倒したやつじゃないんか。じゃ他にいるってこと。ちょっと主がやられたことで森が暴走したんかもしれない。ああ、なるほど、そういうことか。抑えてた力が失われたよ。おばさんに見えるよな、やっぱなんか、ああ、でも石化したの。ああ、兄貴、兄貴がやっちまったの。ああ、ブランクが。でもまあ、なんか助ける方法とかあるでしょね。多分 RPG ですから、元も子もねえ。すべてやつのせい。もう。あ、ガーネット目を。姫様。そう、じじ、ババ。そこまで年いってない。もうちょっと、35歳ですよ。33歳ぐらい。33歳か。はい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 。うん。黒魔法ね。目の敵にされてるんですね、これ。大嫌いなんですよね。ねえ。偉そうにその全くお方違いであると。あ、真実を言うかもしれん。やっぱり。おう。うんうんうん。やっと理解したか、スタイナー。うん、仲良くやっていこうぜと。完全やっぱおっさんなんですね。はいはい、呪われた言われ霧特有のモンスター。へえ、状態異常しちゃうという感じかな。うん、はいはい、体力ね。またどっかで寝ないと。目が真っ暗になってる時あったじゃないですか。あれもそのベッドに寝たら回復するんですか。そう、なるほど。なるほど、状態異常も。じゃあすごいね、寝るってすごいんですよね。寝るってやっぱすごい。全開して状態異常も治っちゃう。それは高いベッド売れるわ。確かに、シモンズとか欲しいですね。はいはいはい、閉鎖されている。じゃあ無理や。うぐぐと、姫歩けないほど弱っているんだと。うん、お、はいはい。言って初めて自覚するタイプの人やね。なんか問わないとわからない。スタイナーがね、守ってください。じゃあ、うん、まあでも多分休むんじゃないですか。お、ムービーが。あ、寝てくれた。寝た、よかった。 HP も回復した、よかったね。結構焦るやん。焦りますよ、ね、なんか歩けるようになったのか、朝になったのかな。これが、お尻がプリンとしてる。そう、いいですね。なんか結構ピッチリした服着てますから。うん。確かに。でも16歳ですからね、まだ。そうですね。うん。お若い。さあ、やっぱ解く方法はあるっぽいですね。せっかく、うん。この流れは。
あるんかな、どこにあんの、森の南に洞窟。へえ。はいはいはい。その洞窟から森の南ね。うん。こういうの結構忘れがちだ。忘れそうですもんね。うん。うん、ただこのマップ、南とか書いてあった。あ、あ、モーグル。なんか来る。なんでモンティ。よく逃げてきたな、こいつ。ね。20年、魔の森に住んでるけど、脱出。お、初めての脱出者。やったぜ。強いクポね。あ、やった、笛。何使うんやろ。いい音出すんすよ。縦笛。呼べんのかな、モーグルを。あ、やっぱり。おへえ。え？何か。そんなアイコンがスマホ版は出るんですね。なんか可愛いですね。いってらっしゃい、クポ。ってことは、いつでもセーブできるってことですか？フィールドにいると。フィールドにいると。ダンジョン中は無理です。あ、ダンジョンはダメなんや。え？なんで殴った今。寝てたってこと？おっさん寝てた。あ、そういうことか。びっくりした。話が長かったですね、多分。寝ちゃうぐらい。びっくりだ、急に殴ったから。何があったんやと。いやー、懐かしいですね、皆さん、この曲。あ、これ懐かしい曲なんですか、うん、オープンワールドみたいな感じですか、これもしかして。オープンワールドではないです、ね。ではないですか、これ。まあ、フィールドですね。フィールドの。これじゃあ、今は、モグリ呼べると。そう、今呼べる。霧の大陸。はあ。ちょっとじゃあ、モグリ呼びたいな。セーブしたいですよね。できれば。一回、あれ、装備とか確認しとけば。なんか、ガーネットも入ったし。いやもうガーネットのアイコン美しいな。てかスマホ版やっぱめっちゃ綺麗な。 iOS 版か。可愛いですね、この絵も。素晴らしい。恋するのも分かるでしょ。え、何歳ぐらいの時に恋したんですか。私中1ぐらいですかね。中1。ああ、まあじゃあそのぐらいだと分からなくはないかもしれない、うん。まあ、今もできますけどね、全然。え、ガーネットは覚えてる、すでに召喚獣をいっぱい。ただ MP が高すぎて使えない。そう、今46しかない。バハムト224も使う。確かに無属性のダメージ。バームトとか聞いたことあるんじゃないですか。名前は聞きますね。オーディンとか。もうちょっと近づいて。おだれ。あ、ここで。入っちゃうことあるんですね、これ。もしかしたら。いやでも決定ボタン押さなかったら入れへんかったから。なるほど。セーブする。